皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、定期試験対策にもなる中学理科基礎ミニテスト、今回は期待の集め方についての問題です。図は3つの期待の集め方です。あの部分は水の中で期待を集めています。いは試験管の口が下を向いて期待を集めています。う、これは試験管の口が上を向いて期待を集めています。1番、赤ろうの期待の集め方、それぞれ何と言いますか。この集め方の名前を考えてください。2番、次の性質を持つ期待は赤ろうのどの方法で集めますか。1は水に溶けにくい期待を集める方法、2は水に溶けやすくて密度が空気より大きい、こういう期待の集め方。密度が空気より大きいという意味は空気より重いという意味です。3、水に溶けやすく密度が空気より小さい、こういう期待の集め方。密度が空気より小さいというのは空気より軽いという意味です。皆さんはここで一度動画を止めて答えを考えてみてください。そして答えが分かったらもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこうなります。期待の集め方の名前、あの名前は水蒸気管法、こう呼びます。意の集め方、これは情報置換法と言います。期待は試験管の上の方から順番に集まっていきます。うの集め方、これは下方置換法です。期待は試験管の下の方から順に集まっていきます。2番、ね、水に溶けにくい期待の集め方、これは水蒸気管法を使います。ですからあです。水に溶けやすく密度が空気より大きい、つまり空気より重い気体、これは空気より重いんで下に下がっていきますよね。ですから下から順番にたまるうの下方置換法、この方法で集めます。水に溶けやすくて密度が空気より小さい、3番のこの気体、密度が空気より小さいというのは空気より軽いので、その気体はどん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 上に上がっていきますよね。ですから試験管の上の方から順番に溜まっていく胃の情報置換法、この方法で集めます。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。